この田んぼ、今稲の立ってる田んぼ、これうちの田んぼですけども、今ちょっとお話しとした人にも言いますけど、お餅とね、ウっていう新種なんです。ウルは皆さん毎日食べてるご飯、白いご飯。お餅っていうのはもち米になって、お餅をつぶね、あのお餅とか、お正月に食べるお餅とか、それからお赤飯とか、お祝いごとにちょっとこう使うお米ですね。それでまずね、機械、昔は手刈りですけども、この機械で、今やるようになりました、うん、この機械でも今ここにある機械、これバインダーって言いますけども、買って結束して外へ出してくれる機械です。結束までするんですか？結束までします。ここで始めますけども、今も言いましたけども、その鎌、これね、稲刈り鎌って言って、このところ刃がギザギザしてて、ここで切るとプラスになって、治りが遅いですから気をつけてやってください。それでね、私も小学校5年生に教えてるんですけども、稲をね、持ち方、株の持ち方だけども、株から少し上をね、こうこういう風に握ってもらえればいいんです。それはね、よくこういう感じでやりますけども、まあこれ悪いわけじゃないけど、この方が楽なんです。一回引っ張るように買って、でまた同じ向きで行けばいいんですけども、2つですね、これでね。ところがこれだとこっち持ってくるときちょっとまだ手ひねったりするからね。4つか5つになったらこれでちょうど1株になるから、そしたらこれ上からこう押さえるようにして、でここでトントンっていうのはこう切り株揃える。次が4つ、早い早い、ね、埋めた真っ赤ぐらい、これ墨だと切ります、刈ります。今ので、刈ったのは今のように束ねて置いておいて、でこれをこの墨と向こうの墨と四隅お願いいたします。やるよね、そうか、紐もみんな持ってった方がいいんだな。はい、ちょっとやってみてください。 4箇所でこう分かれて2人1組でやってみるのがいいね。そっちあるか。あっちの休みも行くんだね。じゃああっち行く、みんなで。おお、危ね。いい色です。皆さん、この違いが分かりますか？このちょっとくすんだ茶色がもち米です。で、こっちの田んぼはうるち米、いわゆる私たちが食べている白米。ちょっともう稲穂の色が違います。フクロウがいる。怖い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 。ああ、怒らした。怒らした。じゃあちょっとやってみます。これ角はもうこの辺から刈っていいんですか？まあ2メーターぐらい待って。はい。これ何束で8ですか？8。その辺あったら8。これもう刈れたんだ。こう持って、え、切れない。あ、切れた。切れました。引っ張るように切ってみてください。切れました。ロコンギリだから引くように。初収穫。二束目。はい、三束目。はい、四束目。穴が見えてきました。よいしょ。五束目。八？
五から六で一束よ。あ、そう。あれ何玉目だろう。六か七。以上。よし。八。これで。うん、これは危ないから、この刺しとく。あれ。落とした。あれ。あれ、紐、あった、あった。これで。束にしていきます。あれ。よいしょ。よし。できた。一束完成しました。わさ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 。どうですか、絵的に。いい感じ。揺れてますか、稲穂が。どう四隅行けばいいの？こっちに進めればいいのか。そっか。あ、じゃあうちらがあっちで受け取る？ドロドロにすごい。ワンパク勝負。これ、話す思いやばい。はい、はい。
やばい。やばい。来てよ。頑張れよ。待って、やばい。一回そこに持ってこう。ここで受け渡しは危険だ。楽しそうだな。大人たちが楽しんでますね。よいしょ。あ、ここはやばいな。なんだよ。はい、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 体幹。いや、あ、ここでいいのか、もう。よいしょ。私のようなあの足が2脚と3脚。それで三脚はね、タイプの両端。つながるんだ。なるほど。こう。一本で開いて。なるほど。これ刺せば。これも踏み込んで。こっちも入るからそんなもんじゃないの。はい、運ぶ人はこうやって機械と稲をこう乗っけて、機械乗っけて少しずつ伸ばして、かける人は、はい、これかき方ね、かけるでしょ。お、初かけ。まず二段掛けするわけ。二段掛けで最初の一段はだいたい人に人にかこうやって分けて、人にたくさんだと半分になっちゃうから、だから5分の1ぐらいの、はい、そしたらまずこうやって、はい、でこっち側に来て、はい、そしたら今度はこっち側が少ないから、今度反対側にこっち側に多い。あ、こう。そうそう、今度反対側でしっかりと分けてから、はい、こう、うん、下ろして、でできればここでね、ぐっとこうにちょっとこうにちょっと投げてやると詰まっていくから、だんだん、はい、交互に。今度はこっちが多い方が少ないです。いいんじゃない、これで隙間ないんじゃない。意外とちょっと力使うね。うん、ギュッギュッと。やっぱりこれね、しっかりとこうじゃなくて、しっかりと分けて。うん、分ける。分け方はそうだね。こう少し持ったらねじるように。ねじるように。こうやってねじると綺麗に。うん、うん、そしてねじったらこうちょっとこう投げて、それで押す。なるほど。
とちょっと休むんで最後の仕事がありますので、10月の3日に小学校5年生の乃木小学校5年生の田んぼの稲刈りやりますので、もしよかったらまたお手伝い、9時から始めます。遊び来てください。休んだからやるか、最後のね、最後にしましょう。はい、お腹空いてきたし、何が食べたい？米。今日はちょっと変な足場が悪くて申し訳なかったです。いやいや、管理が悪くて、いいいでもその分やった気がすると思うんで来シーズンはもうゼロから、来シーズンはもう今日から始まってるんです。そうですよね。これでね、20日に3週間ぐらい干してから脱穀します。で、脱穀した藁どうする？いる？ブドウの苗木に美容学校するでしょ。はい、自分で作るっていうのは憧れます。いいよね、本当に自給自足だもん。この田んぼ、下の田んぼ1枚あれば子供と4人でできちゃう。これで1年分なんだ。これの今度は脱穀いつにするか、またちゃんちゃん自分で予定立って、はい、3週間後のいつでも、3週間後、みんなでまた予定合わせて。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて、はい、きれいにしてまたお出かけください。はい。はい、はい、ということで、今日は、稲刈りからこのハゼかけ体験まで地域の方に教えていただいてやってみました。なかなか貴重な経験でしたね。初めての経験だったんですが、こんなにいろんな工程があるんだなとか、やっぱりね、大変ですけど、でもみんなでやってこれが美味しいお米になるんだなっていうのを想像したらすごく楽しみな気持ちです。まあ、12月には小諸で国際お米コンクールがありますので、そこに向けてもいい経験ができて、またちょっとお米コンではいろんな方と、農家の方とお米についてもそうですし、小諸のノーライフについてもお話ししていくので、今日の経験を生かしてまたいろんなお話ができたらなと思っております。このお米をさらにまた後日ですね、脱穀して、ちゃんと私たちのイメージするお米にしていく、で最後みんなでいただくというのもまた YouTube でお届けしていくので、楽しみにしていてください。ありがとうございました。